8年ってことは7歳か7歳かおとなしい草食だもんな。しばらくね下りが続くんでね、下りは一番バランスを崩しやすいんですよ。はい、で足を少しこう前にねこう出すような感じで踏ん張るような感じで下りってくださいね。はい、行きまーす分かってんだよなこいつ。えらいぞ。あ、タンチョタンチョ飛んでる、ほらタンチョ。あー、あれですか、大きいな。でかい、大きいな。あー、はーい、はーい、オートバイが来たな。はい、いやー大満喫でした。はい、いやーお利口さん。よしよしよし、どう持って、足外して助けて、よいしょ、待ってくれ。あー水だよね、疲れそう、ありがとう。よしよしよし、お疲れさん、お疲れさん。はい、はい、どうもお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。一日コースどうでしたか、初めてのお二方は。いや楽しかった無事に帰ってこれたし、まあ、天気が今日はね良、はい、かったし、虫がいないのが良かったですね、はい。あ、ちょっと前に出てみようか。なかなかこういう恵まれた条件ってなかなかないですよね。うん、ちょうど良かったです。どうでしたか、1年ぶり楽しかった。もう何回も来てるからあの何回来てもここはね、1年中やってるんですよね、はい、冬でもやってるしね。あ、まあ、冬もね、あの雪の中走るのもまた面白いですよね。うん、で自分でね、操作できるようになって走るようになってもっと楽しくなります。はいはいはい、まあ練習してまた楽しんで、はい、じゃあ今日はこれでお願いします。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、というわけで乗馬体験行ってきましたね。いやー今2時20分か、9時スタートでたっぷり2時までですよ。いやー結構疲れた、でもいい体験した。お馬さんたちは自分の意思を持って動いてるので、今日乗せてもらった大地っていう名前ですけど、僕が乗った馬大地くんは歩きやすいところを選ぶし、草が食いたければ食べるし、木の枝が落ちてれば避けるし、岩があっても避けるし、カヤックは完全に自分が操作しなきゃいけないわけですよ。もうすべてどこに進むか僕の手に委ねられてるわけですけど、乗馬はお馬さんたちが大体なんていうのかな、大体乗馬さんたちが連れてってくれるので、今回のやつは僕らがちょっと
軌道修正をしながらみたいな感じでしたね。それが自分で完全に操るようになるとまたさらに自由なところに、まあ、行くわけですからね。そうするとさらに面白くなるっていう風に言ってましたね、インストラクターの方が。いやー面白かった。もう初めて乗ったっていうことがもう何しろ、皆さんもオートバイでね、オートバイとか車に乗ってる方は何馬力、俺の車150馬力とか、俺のオートバイは90何馬力とか、 400cc で40何馬力とか、単気筒で20何馬力とか言ってますけど、じゃあ1馬力ってどんなもんなのって前から僕は思ってたんですよ。1馬力ってじゃあどんなもんなのっつって、お馬さん100頭分の100馬力っていう、パワーはどんなパワーなのか、今日1馬力を体感してきましたよ。まあ正確にはね、いろいろなんか基準があるんでしょうけども、ああいうことだったんだね。1馬力は1馬力のね、仕事量はね結構すごいっすよ。大の大人を運んでね、えあんな山道登れる力なんですよ1馬力っていうのは。 50cc の原付が4馬力5馬力ってもうすごい、だからエンジンの力も本当すごいですよね。改めてね、たかが 50cc の排気量、その中でガソリン燃やしてるだけで4馬力も5馬力も、2サイクルだったらねもっと7馬力とか出してた時もありますけど、それっていうやっぱり人間の技術もすごいかもしれない。お馬さんたちもすごいけど原動機すごい、やっぱ化石燃料を燃やして今僕もオートバイに乗ってますけど、それでその力でこう進んでいくっていうのはやっぱり人間すごい。でお馬さんたちを途中でね、インストラクターの方からも説明がありましたけど、お馬さんたちにハミを、ハミって口の中にね、お馬さんが噛んでるやつですよ、金具なんですけどね、ハミを噛ませてそれで乗り物として操縦すると、コントロールするということを考えた人間もまたすごいと思いますね。お馬さんは軽車両だそうですので、まあ行動も通れるわけですよ。昔の人は本当の交通手段として使ってたわけですからね。いやー本当いい経験した。大地君はねおとなしくていい子だったね。途中で道草食いまくってましたけどね。そうそう、だからオートバイの場合は途中でガソリンを給油してあげないと燃料がなくなれば、まあそれまでですよ。もうあとは鉄の塊ですからね。でも馬はね究極のエコカーですよ。途中で道草食ってね、まあもちろんそれだけじゃね、お腹いっぱいにはならないと思うけど、餌が草なんですから、道端に生えてる、そこら辺に生えてる草を食べて、それをエネルギーにして移動できるんですよ。あと水さえ飲ましておけば。まあ世話はね、それは大変だと思いますけどね。素晴らしい、素晴らしい。天気も良かった、恵まれた。でユニクロのこのウルトラライトダウンがもう素晴らしい。これもあったかい、もう間違いない。こいつ着ときはちょっと格好悪くても関係ない。でこの旅で初めて靴下も履いたし、乗馬するんでね長靴借りたんですけど、裸足ってわけにいかないんで靴下も履きました。靴下も履きっぱなしでいきますよ。いや靴下履くと快適、足もねあったかいのよ。全然違うよ。牛さん牧場がいっぱいありますね。鶴居の牧場ですね。そんで、ちょっと今回長いな、話が長い。今鶴居っていう場所に、鶴居村にいますけど、やっぱりね今日のね深夜便のフェリーで俺帰るんだった。さっき携帯に、三井商船フェリーだっけ、おまた牛さん、三井商船フェリーから、搭乗の事前のご案内がメールで届いてました。8月の9日の
深夜便ということで、これからね苫小牧まで行かなきゃいけないんだね。沈みたらね遠いよまた遠いよ結構これ。今釧路だからね、っていうか釧路に戻んなきゃいけないですねこれね、県道を使って、戻るのが一番近いと思われます。あれ早速道間違ったくせえか、大丈夫か、こんなところで間違ってる場合じゃねえぞ。段差が怖え、うわゆっくり行こう。とりあえず釧路まで30キロでしょ、そんでそっから何百キロあんだろう。時刻が9時半じゃねえや、2時半、まだ明るいからいいよ、暗くなるまでねちょっと走りっぱなしですね。上士幌航空公園だっけのねバルーンフェスティバル、今日のコンディションいいんじゃないか、曇ってるけど風ほとんどないから飛んでるんだろうこれ。そっち寄りてえな、だけどねちょっと正直寄ってる時間が、そんな余裕かましてる時間がなさそうな感じですね。ほんと行きたいけどね、7時ぐらいから夜のそのバルーンが飛ぶらしいんですよ。それがバーナーが燃えてすごい熱気球が綺麗に見えると言うんですけど、そこから苫小牧まで何時間かかるかね、行けなくはないんだよな、3時間ぐらいで着くのかな。いやー万が一のことがあるからね、まあ、先に苫小牧に向けて行っとくのが賢明でしょう。うわーこれだったら飛んでるでしょう、ちょっとそれだけに心残りですね。完全に1日間違ってたからね、何やってんだ俺バカだよ、スケジュールの組み立て完全に間違ってる。とはいえこれ以上に距離を伸ばすことはこれまでも厳しかったと思うんで、もうしょうがないねこの旅はね。ということで頑張って苫小牧方面に進めますね。途中でなんか寄って飯とか挟むかもしれませんが、その時はまた、この動画でやっていこうと思います。じゃあ乗馬お疲れさん。